いですか？ゆきさん、始めていいですか？どうぞ。じゃあ、始めさせていただきます。本日はですね、時刻ハイキング今昔というふうに、名付けまして、少しこれまでの時刻ハイキングの活動をですね、ご説明をさせていただきたいというふうに思います。時刻ハイキングの始まりですけども、始まりの頃は私は実際には知らないんですけども、いろいろと地球博物館のホームページ等を見させていただくとですね、最初には竹村先生と下岡さんがですね、京大地球熱学研究施設の学生向けに作られたフィールドワークのコースが元になっているということではないかというふうに思います。で、2012年の8月に、別府温泉地球博物館のホームページがリニューアルされまして、その際にですね、博物館の活動の柱として、バーチャル博物館、フィールド博物館、人材育成という3つの柱が示されました。で、そのこともありまして、実際に、第1回の地獄ハイキングが開かれたのが2012年の11月3日、浜脇のコースでした。2012年ということですから、ちょうど新しく始まる次の期ですね、4月からの新しい期が10年目ということになろうかというふうに思います。で、これはその下の文章はですね、竹村先生がですね、別府で、温泉科学会があった時にですね、講演された時におっしゃられたんですが、フィールド博物館は実際に現地で温泉地熱現象を体験し、その生成メカニズムまでを考えるきっかけを醸成し、また自然保護への視点を広げるための重要な役割を果たしていますというふうに、おっしゃっておられました。そうですね、自然保護に視点を広げるというところまで、広く捉えておられるので、大変素晴らしいなというふうに思います。で、実際にですね、2002年、あ、2012年、最初の年はですね、秋に2回、11月3日、さっきの浜脇コースと、12月15日に、鍋山から亀川までのコースというのが、開催されてます。この鍋山亀川コースっていうのは、すごい北の断層に沿ってですね、ずっと、東から西に、ずっと歩いていくんで、かなり距離的にも長い、コースになってたんだろうというふうに思います。で、2013年は5回開催されてます。4月27日に寛解寺2というコースから、5月26日明晩1コース、10月19日が堀田コース、11月10日に、亀川コースから、12月7日が、南ロングコースということで、この南ロングコースというのも、やっぱり、南側の断層沿いにですね、堀田から海岸線まで歩くということで、これもかなり長いコースになってます。で、2014年は4回開かれてまして、それぞれ浜脇、鉄輪、亀川から寛解寺の子どもコース、明晩から鉄輪までの子どもコースというのが2回やられてます。これは遷都別府ツーリズム支援事業という別府市がやった、その助成によってですね、子ども向けのコースを開発して、2回開催されておりました。で、2015年は3回の開催です。寛解寺別府コース、実相寺鉄輪コース、亀川南コース。で、この年、非常に博物館にとって大事な出来事がありまして、8月7日に、温泉マイスター協会が設立され、記念講演会がホテルニューツルスタで開催されました。その折の、斎藤先生の記念講演会の中でですね、
シニアマイスター制度が発表されて、ぜひともシニアマイスターになりたいなという心に誓った年でもありました。地獄ハイキングのコースがどんな分布になっているのかというのが、これも地球博物館のホームページの中に あるんで、ちょっと撮ってきましたけども、見ていただくともう一目瞭然のようにですね、北の断層と南の断層沿いにそれぞれのコースがこう設置されているというふうなことで、その北の断層とを東から西から東に、南の断層を西から東に一気に歩くのが先ほどご紹介した北のロングコースと南のロングコースというふうになっております。でですね、今現在2021年の2月現在コースはですね25コースございます。最近竹村先生が大変新しいコースをどんどん作ってくださるのでコースも増えて25コースあります。ところがですね、この25コースのうち、これまで一度もですね、実施されたことのないコースが2コースだけありました。一つは、関海寺1コースというコースで、関海寺1、関海寺2コースというのがありまして、2の方は何度かやられてるんですが、1はありません。で、なんでかなと調べてみたら、関海寺1コースというのは、京大の熱学研究施設をスタートして、関海寺に上がってですね、そこから見て回ると。と1と2 その見る内容は全く一緒なんですが、スタート地点が違うということです。で、やはりより短いコースの方が使いやすいので、関海寺1コースがこれまで開催されなかったんだろうなというふうに思いました。からもう一つがですね、神縄芝関コースというのがございます。北神縄の方から芝関温泉の裏手の方に、出る道を歩くんですが、これは浜脇から小坂、肘の小坂かなまで歩くような別府市が作った、遊歩道があるんですけども、この遊歩道がですね、土砂崩れが起こって通行が不能になっているといったようなことでですね、残念ながらこのコースは使われたことはないようです。ただし一昨年でしたでしょうか、竹村先生がですね、代わりとしてですね、神縄から、芝関別のルートでですね、芝関を通って亀川まで、歩くというコースを作ってくださいましたので、それが代わりのコースに今ではなっているというところです。それからちょっとこれはもう発表して書いてしまいましたが、竹村先生の構想ではですね、今年度にもですね、新しいコースを発表する予定ということで、一つが湯布川断層と湯布院盆地ということですから、先日のブラタモリで紹介されたところのコースが新たに加わる予定になっております。からもう一つが、肘海岸、海岸で観察される海成層とか火砕流とか活断層および活断層地形を見学するといったようなコースが予定されております。それぞれ春と秋にですね、1コースずつまた新しい、コースができるということです。私の方もですね、鶴見岳ロープウェイの高原駅から、堀田温泉までを歩くコースを、今年は作ろうかなというふうに思ってまして、そうすると鶴見岳の山頂から例えばスパビーチまで、海岸までですね、全部踏破したことになりますので、このコースを、今年は、新たに作ろうかなというふうに思っているところです。はい、次にですね、ちょっとその地獄ハイキングの中で非常にこう印象深いですね、ところをご紹介したいと思います。一番最初に出てる河内渓谷の滝と書いてますけども、これは浜脇コースで山 の浜脇の上の方に上がっていくとですね、河内渓谷という渓谷があるんですが、その河内渓谷の一番奥にですね、このような2畳の滝があります。で周りはうつととした森に覆われてますので、夏でもですね、ひんやりと涼しい、大変気持ちのいい場所です。でその隣の
写真はですね、その河内渓谷のこの滝に続くところのこの辺あたりがこうつながってるんですけども、浜脇の堆積層がここで見ることができます。おそらく別府で堆積層が見られるというのはこの浜脇の堆積層しかないだろうと思うんです。他のところはみんなもう火山活動の火砕流とか土石流とかそういうものに覆われてるんですけども、ここでは、ちょっとだけですね、堆積層が見ることができて、この中には木の葉の葉化石等がですね、発見されることもあるそうです。から次の写真は実相寺山からの眺めですが、私どもよく湯煙展望台から別府の全景をこう見ることは多いんですが、なかなか実相寺山に登ることは、ないんですけども、まあ、実相寺山に登るとですね、こんな風な風景で正面にですね、扇山がなだらかに広がっておりまして、ここも別府の全景を見るのにとてもいい場所だなというふうに思います。から下の方はですね、1枚目が杉の井の地熱発電所の内部の写真です。寛解寺のコースで歩きましたときに、たまたまここの発電所長さんが通りかかりまして、田村先生がおられましたので、特別に入れて見せていただいたという経験をいたしました。から次は鶴見地獄で、普通はですね、今この地獄の向こう側にガードレールがあって道路があるんですが、普通はあっち側からしかなかなか見れないんですけども、一度だけですね、中に入れて霊泉寺の境内に入れていただいて、こっち側から見せていただいた時の写真です。から最後がですね、別府金山の高口、これは楽天地からですね、ずっと道を下ってきて、下の集落の あそこは何とかな集落に着くんですが、そこの集落でですね、ご近所の方がここが金山の高口ですよということで教えていただいたんですけども、この辺から入っていって昔音原山で、金を掘ってたというようなことかなというふうに思います。続きまして、2016年ですが、実はこの年から私が参加をしております。この年にですね、マイスター限定というコースが新たに、限定の会がですね、新たに始まりまして、それをきっかけに私も参加するようになったということです。から忘れられないのがこの年の4月14日と4月16日にですね、熊本地震が起こりまして、14日はマグニチュード 6.5、16日はマグニチュード 7.3 といったような大きな地震が来て、別府でもですね、明晩や北神奈川あたりはですね、かなりの被害が出たということでありました。で、その直後にですね、4月30日に、実は神奈川亀川コースというコースを私が初めて参加をしたんですが、ちょうどその北神奈川の断層の上をですね、ずっと歩いていくっていうコースで、この前地震が起こったばっかりでしたんで、ちょっと怖いなという思いもありながら、初めて参加させていただきました。から実相寺と神奈川コース、寛解寺1コース、堀田コース、明晩1コース、明晩神奈川コースから、音原浅見神社コース、この音原浅見神社コースは 3.5 と書いてあるんですけども、3回目のですね、寛解寺コースの中で音原の先に行くことになってたんですが、この地震の影響だったのかどうかちょっとはっきり分かりませんが、途中の道がですね、通行止めになりまして、秋にようやくそれがですね、通行止めが解かれたので、音原から浅見神社までを特別に歩いたというようなことがございました。それから2017年は6回開催しております。で、亀川コース、実相寺神奈川コース、明晩2のコース、浜脇コース、小倉神奈川コース、それから堀田鶴見地獄コースということで、
堀田鶴見地獄コースは私がですね、新しいコースとして作ったコースで、この時にですね、ガイドデビューを飾らせていただきました。2018年は7回開催しておりまして、この年はですね、第71回日本温泉科学会が別府で開催されて、先ほど一番最初のスライドでですね、ちょっとご紹介しました地獄ハイキングの意義についてですね、竹村先生のご講演がありました。で、この年私はですね、明晩から大蔵を通って照湯のコースを作りましてですね、小倉のですね、上の方の温泉熱の発電所を見に行ったんですけれども、ちょうどこの頃、このちょっと前にですね、湯佐先生が中心になって温泉資源を守るためにですね、アボイドエリアという考え方を打ち出されて、温泉の掘削をですね、かなり規制するといったようなですね、こともございましたので、それを受けてですね、このコースを作ったといったようなところであります。で、またちょっと少し写真を見ていただこうと思うんですが、一番最初の写真は浜脇の丸井戸という古くからあるですね、共同の井戸です。今でも水が湧いてますし、汲むことはできるようです。から2つ目の写真が竹ヶ原温泉のすぐ横のところのですね、波止場神社ですね。ここは稲尾、西鉄ライオンズの稲尾投手がですね、この波止場神社でですね、小さい頃に投球練習を行っていたというふうにも言われております。それから、3つ目がですね、オリアナ号の桟橋ということなんですけど、これは私この地獄ハイキングでここを歩くまでこんな桟橋が残ってるっていうのは全く知りませんでしたけども、今でもですね、もうオリアナ号はなくなってもう随分経つんですが、桟橋は今でもこんな形でですね、残っておりました。それから、下の段の最初が熱の湯裏の断層街で、これは別府のブラタモリの時にですね、タモリと湯佐先生が最初に出会われたのがこの場所だったというふうに記憶しております。それから次が血の池地獄の俳優の写真です。これは血の池地獄から道路を渡った反対側にですね、ちっちゃな集落がありますが、その集落の中 にこのようなですね、俳優が流れるところがございまして、俳優じゃなくって実際に血の池地獄のお湯に入ってみたいもんだなぁと金がね、考えて思ってるところです。それから最後の写真がですね、御嶽権現社という鶴見岳のですね、中腹にあるこの目神社のですね、権現社ですけども、これ秋に行きましたんで、ちょうど境内にイチョウの木がありまして、一面真っ黄色にですね、染まっておりまして、大変美しかった思い出がございます。ただ実はこの鶴見岳下山コースというのはですね、下山だから大したことねえだろうというふうに高をくくってましたら、非常にきついコースでして、もうおそらく二度と登頂することはないコースだろうというふうに思います。2019年はですね、6回開催しておりまして、それから、これとは別にですね、JTB のツアーの神奈川街歩きガイドというのがまたスタートしました。今コロナの影響で少し中止になってますが、コロナが落ち着いてくればですね、またこれも再開されるんだろうというふうに思います。からこの年は6回開催して、各コースはこのようなことですけども、
右端の方にですね、あの数字が2とか7とか数字が入ってますけども、あの分かる範囲内でちょっと入江さんにもお願いしてですね、その時の参加者の数をあの調べていただきました。まあ2人ぐらいの少ない時からですね、それから、まあ、大体こんなような参加者の数になっております。それから寛解寺スパビーチコースというのもあのとてもこれいいコースでですね、鶴見岳一気登山のコースの一部になるんだろうと思うんですけども、あのとても楽しいコースでした。それからあの2020年、昨年はですね7回開催をしまして、まあ、先日竹村先生がブラタモリに、出演されました。それからこの年の4月にですね、あのマイスターの出筆による大分温泉ガイドブックが発刊されて、大変あの、私も少し書かせていただきまして嬉しかったんですが、4月に出た途端にですね、コロナ の, あのあれ緊急事態宣言が出されてですね、ちょっと残念な思いがいたしました。で、ご覧のように亀川コース、これはあのコロナの影響で中止になりました。で6月7日は堀田と鶴見地獄、先ほど紹介したコースですね、から、寛解寺2コース、妙盤のショートコース、塚原のコース、これも大変あのお勉強になるコースでした。から湯山のコース、から、亀川から竈門神社のコースということで7回行いました。このうちの4回目と6回目はですね、おのおの29人、29人というようなあの参加者の数でございました。まあ、これなんでこう急に増えたのかというのは、一つはあの入江さんがですね、地道に電話でお誘いをしてくれて、参加者が増えたことと、別府プロジェクトっていうあの別府の町の美術の活動をしているグループの人たちがですね、10人前後まとまってですね参加をしてくれたので、この2つの回はですね、29、29になってます。まあ、あの定員30なんで申し込みは30以上あったんですけどね、当日になってちょっと都合が悪くなった方がそれぞれ1人ずつおられましたので、29、29というふうになりました。で、まあ、昨年はあの何かとですね、あのアニメの鬼滅の刃が評判になってましたので、鬼滅の刃の聖地と言われている、八幡竈門神社に行ってみようと思いまして、そういったコースも作ったりもいたしました。また次写真ですが、これ亀川中央町、亀川の一番あの奥の方ですね、のあたりなんですが、一般の民家にですねこんな立派なあの源泉が、ございました。なんかつい最近あれですね、郡司さんのフェイスブックの郡司さんのページにですね、全くこう同じような写真がちょっと出てまして、少しびっくりいたしましたが、こんな民家にですね立派な源泉が、3つか4つぐらいあります。それから廃屋になってる家屋で、庭になんかお湯があふれ出してるっていうようなところもありまして、この辺だと亀川中央町のあたりだと自噴泉がまだあるんだなというようなことを実感することができました。から次の写真は八幡竈門神社の石段で、鬼が一夜で、気づいたと。で99段まで気づいた時に鳥が鳴いたので、鬼が逃げて99段で、100段にならなかったというような話です。から次の写真はですね、旧浜田温泉、今浜田温泉資料館になってますけども、この資料館の下のですね、浴室に行ってみるとこんなところがあるんですね。でこれはその浴室に明かりを取るためにですね、わざわざこう穴を開けてですね、上に、ま、水晶かなんかの石かなんかをこうはめ込んであってですね、明かり取りになってるんですが、大変洒落た衣装だなというふうに感心をいたしました。それから、
下の段の次の写真はですね、これ鬼見の山と言いますけども、鬼見の山の玄武岩と書きました。玄武岩と言い切ってしまうとまた竹村先生に怒られるんだろうと思うんですけども、まあ、別府には玄武岩はないよと、安山岩とデイサイトと、龍門岩かな、はあるけども玄武岩はないよというふうに言われてたんですが、まあ、ここにはですねかなり玄武岩に近い火山岩があるということでですね、これも大変貴重な経験でございました。次の写真は妙盤の湯の花小屋の写真ですけども、これは加藤商店さんというところの湯の花小屋を見せていただいた時の写真です。から最後の写真はですね、湯屋山のコースの中で、地熱発電所を、見学させていただいたんですが、最近この湯屋山の里温泉という温泉が一般に公開されてまして、私もまだ行ったことはないんですけども、こんなような、濁り湯のですね温泉があるということですので、もう少し暖かくなったらぜひ行ってみたいなというふうに思っているところです。で、新コースをこう開発するときにどんなことを考えるかっていうと、できるだけスタートとゴールを一緒にしたいなというふうに思ってるんです。周遊型のコースだと皆さんですね集まって集合解散が非常に楽ですから、周遊型のコースにしたいなと思ってるんですが、一定の範囲内に見学ポイントが点在している必要があり、あんまり無理をするとですねコースが非常に長くなりすぎるというようなことで、なかなかスタートゴールを一緒にするっていうコースは作るのは非常に難しいなというふうに感じてます。から2番目にできるだけ上り道の少ないコースにしたいなと、これはもう別府の場合はですね西から東に進むコースにすれば必ず下りのコースになるんですが、そういうコース作りをしてしまうとスタートゴールは当然一緒にならない。しかも今度そのスタートのところにもし車を置いてるとすると、そこまで戻るのに結局登らなければいけないというような自己矛盾が起こって、これもちょっと非常にいつも苦労するところであります。から3つ目としてはですね、話題となっている場所をコースに組み込みたいなというふうに思っています。アボイドエリアの温泉発電所ですとか、鬼滅の刃の八幡竈門神社などですね、そういったものを盛り込むとちょっと、面白いかなというふうに思います。最後にですね、今後の課題なんですが、新しいコースの開発、これについてはですね、もう本当にもう竹村先生が別府の町の中はですね、扇状地の、上はですねほとんどもう開発され尽くしてますんで、そこでの新しいコースってのはなかなか難しいのかなと思ってまして、エリアの拡大、九十だとか長湯だとか阿蘇だとかの、エリアの拡大が必要になってくるのかなというふうに思います。からそういった中で空白に別府で空白になってるのがまさに地獄巡りがハイキングの中に全く入ってきてませんので、それも少し考えてみてもいいのかなというふうに思います。で、次の点は鶴見岳登山口から堀田のコース、さっき言いましたけど登山口じゃないですね、ロープウェイのところから堀田までのコースを、新たに作ってですね、頂上から鶴見岳の頂上から海までというふうな網羅性を持たせたいなというふうに思います。から、2つ目がですね、やっぱり新しいガイドを育成していく必要があるんだろうな、若い人でですねが必要だなというふうに常々感じております。ガイドの希望者を大募集しておりますので、ぜひ皆さんもガイドになっていただけたらなというふうに思います。から、3番目、一般参加者の拡大ということで、2020年には別府プロジェクトの参加者と事務局の地道な誘いで、
定員30名まで参加者が増大しました。ただまあそうするとですね、30人もいますとガイドの声が届かないとかですね、列が長くなりすぎるとか、また新たなこう問題も起こってくるんですけども、まあできるだけせっかくこれだけ地道にずっと10年間やってきてますから、できるだけ多くの人がですね、参加できるような形をとっていきたいなというふうに思っておるところでございます。